お弁当開いてる。お弁当開いてる。はい。崎陽軒のシウマイ弁当、こちら、はい、社長が大好きな崎陽軒のシウマイ弁当です。美味しい。本日は、はい、私たちも結構何回か、ね、うんうん、会社で食べさせてもらいましたけど、大好きな崎陽軒のシウマイ弁当いただいていきたいと思います。せーの、いただきマウンテンマモス。今日はあれですもんね、展示会の2日目ですよね。せや。ちなみに、からしのつけ方はどういうか。まずからしつけないです。つけない、はい、つける、ごめんなさい、つけない。よくやっぱらシューマイつけるの最高に。え、そうなんですか。ってやったことない。じゃあ1個だけ。私も初めてやってみようかしら。ちょんちょん。こんな感じですかね。いただきます。初から。え、醤油かけない。あ、そうかそうか、そういうことか、そういうことか。どういうことだ、どういうことだ。そういうことですか。しおさんカットで。いただきマンモス。いただきマウンテン。からしいきます。うん、あれ、からしって辛い。からし美味しい。ちょっとつけすぎたのかな。美味しい。はい、つけすぎたかもしれない。え、なんかピリッとしててこっちの方が美味しいかもしれない。うん、うーん、あ、辛っ。あ、うまっ。ハマってる。うん、ハマりますね、これ、ちょっと辛すぎてる。辛しある方が美味しいかもしれない、シューマイは。崎陽軒ってなんか冷たいのになんかすごい美味しい感じ。冷たいのに美味しい風になってるじゃん。あ、そうですよね。もうちゃんとお弁当屋さんとしてこの温度で美味しくできてる。姫さん、今回の展示会はどうですか。姫さんが担当した商品は何個ぐらいあるんですか。うん、何個なんだろう。パッて今出てくるだけでも、出てくるだけで今10の12個でも12個じゃないから、SKU にすると169 SKU、アイテムあって、新商品だけで。今シリーズ名だけ言ったんで、うんうんうん、確かに1個あたり色違いとかがあって、うん、もうあと形が違うみたいのもあるから、うん、すごい量やってますね、うん、思うと。すごいね、169だからな、うん、デザイナー陣5人で169。5人はやばい。結構びっくりされる、これお客さんに言うと、うん、でも私も昨日あの対応させてもらったお客さんで、うん、うん、これどうやって開発してるんですか、デザイナーってなんか営業さんとかも一緒にやるんですかみたいなアイデア、うんうん、基本的には、まあ、デザイナーの人たちが、うん、商品作ってますよって言って、何人いるんですか、5、6人とか、まあ、多いと7人の時とかがありましたねみたいに言ったら、もうえっみたいな、もう門芸だよ、これでこの数動いてんのみたいな、うん、いや、もう門芸ですよ、うん、本当に、うん、本当。これ何、マグロ、マグロじゃないマグロ、これうまい。うん、シューマイはちょっと別としてメインすぎて、うんうん、あのこの梅をカリってかじった感じる。梅をかじった後にですね、ご飯をパクっていくのがいいですね。いい音鳴らすね。うん、めっちゃいい音鳴らしてた今。ASMR お願いします。うーん、うみゃー、マジでうまい。お弁当でも、私お弁当会で一番好きかも。マジ。うん、この間お客さんの展示会があって毎日違うお弁当だった。うーん、いいね。1日目はちょっとどこのか分かんないけど、うん、鮭の西京焼き弁当。西京焼きって何。あの甘味噌につけておく1日ぐらい。あー、じゃあ味付けでそうなるってこと。うん、うん、あ、じゃあ誰でも西京焼きになれるわけだ。誰でも西京焼きになれるわけだ。なりたいの、西京焼きに。せーの、いただきマウンテン。あ、うまい。あんず、このアンズクックさ、一口食べるのには酸っぱいよね。食べたけど、え、酸味と甘みがちょうどいいって言いながら一口で食べたけど全然聞いてなかった。聞いて。はい、ごちそうさまでしたね。はい、もうすっからかん、全部すっからかん、全部ペロリと言ってしまいました。はい、美味しかった、お腹いっぱい。うまか、うまか。
ごちそうさま。あ、美味しかった。もう眠たい。もうおでもよ。もう言うんだよ。そうだよ。せーの、で、ごちそうさ。満点。はい。ということでね、はい、展示会2日目お弁当食べ終わりました。あと1日ありますので、明日の弁当は多分崎陽軒でも昨日のやつでもないと思うんで、なんだろう、ちょっと楽しみ楽しみ待っておきたいと思います。ちょっと明日はね、私もちょっとバタバタしちゃって、うん、もしかしたらまたお昼入れないかもしれないですけど、はい、ちょっと楽しみに、お弁当を楽しみに頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、ということで、じゃあまたあれやりますか。あれやりましょう。はい、せーの、チャンネル、チャンネル登録とグッドボタンとコメントお願いします。マンモス、あ、どうだっけ。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。私、山本さんに連れてってもらったことあって、うんうん、その時に山本さんだけ光り物釣ってて、うん、光り物ってね、すごいの。何、光ってんの。もうさ、吉本だったら全員こけてるよ、今。光り物って何、光ってんの。